え、時間差で開くのかな。今のところ一個も開いてこない。え、え、どうやって開くの。スイッチが一気に全開放ってか、テレビを触ると出てくるのかな。開かないですね、一個も。え、20秒ぐらい経って一個も開かない。嘘でしょ。心臓止まるかと思った。いや、マジでやばかった、さっき。動画視聴でちょっと正気を取り戻したんですけど。いや、ちょっとまだ意味が分かってなくて、あの上の部屋のテレビに触ろうとしたら貞子が出てきたっていう風で、ここら辺の門がね、どうやって開くのか、まだ分かんないんですけど、あの部屋に、貞子一回出してあの部屋になんか、あ出てくるのか、時間差で出てくるのかな、テレビから。え、何体か出てくるのかな。だとしたらめちゃくちゃ怖い。待って、どうやって開くんだ。門、スイッチがね、ないんですよね。ここ出口でしょ。もういる。ちょっと待って。いや、ローラースケートありがたい。宝箱はそのためかな。めちゃめちゃ早い気がする。待って、もう一回テレビの部屋行ってみますか。鍵が大量に。ああ、そう。そういうことか。なるほど。忘れてた、このパターンがあるの。鍵フロアとスイッチフロアが別々のやつですね。めっちゃやばいじゃん、だとしたら。ちょっと待って、ちょっと待って。全部開けなきゃいけない?結構な部屋ありましたけど。わー、怖い。怖いバージョン。血まみれバージョン。ちょっと待って。事故物件の、コラボと、このコラボと。いや、もうやだ。めっちゃ来るやん。え、全部開けれる自信がない。ちょっと待って。ぴったりマーク。どうしよう。ねえもうえ、やばくないこのステージ。え、難しすぎる。いや、でも理解した。わかりました。いや、わかったよ。あの、違う部屋に行って全部とりあえず、でも3つか。外れもたくさんあるっていうことで。だけど、とりあえず、全部開けないことにはっていう感じかな。半分開けて戻ってきて、半分開けて戻っ、やだなぁ。一回幕をこのベッドのあたりが一番ごちゃごちゃしてくれるんで、これで時間を稼いでる間に行って、鍵開きまくる。難しい。スピードがいる。やっぱローラースケートいるね。で、この階には宝箱ないから、今んところローラースケートいっぱいついてるようだけど、履けるのは1個ですからね。長持ちしてくれるといいんですけど、ゲージがないのでね、消えた。ローラースケート終わっちゃった。いや、もう追いつかれた。ちょっと待って、このベッドで巻くしかないんですよね。ちょっと時間欲しい。ねえ。先回りとかしないでほしい。いや、ここマジでやばい。ダメだ、追いつかれる。全然追いつかれる。どうする？ここ、さっきここで、ミスって。開いた！開いた音がした！あと、2、3箇所ある？はぁ、ここ回る！ちょっと待って。ここ回れる？回れる？オッケーオッケーオッケー。ここかぁ、もう。めっちゃ来るー。開いた！ギリ開いた！あと1箇所、どこやったか分からなくなってきた。ここやってないような気がする。OKOKOK。で、戻る。あ！もう、行き過ぎたよー。よし、急ごう。とりあえず、ローラースケートガンガン履いて、テレビのとこから、気持ち悪いフロアに行って、スイッチ開けまくろう。で、一回貞子を出して、スイッチのとこいるとややこしいからな。来ちゃうけどね。一回ここで、ローラースケートで、出る？ローラースケート欲しい。あ、来た。やばい。オッケー来た。やっぱちょっとこのベッドら辺で巻いてだね。噛むよ、怖すぎて。よしよし、今のうちに開けまくろう。この辺から開けて。いや、とりあえず全部開ける。どうしよう。全部開けるしかないか。巻いて。いや、もうどこやったか分からなくなっちゃうな、ぐちゃぐちゃやると。待ってよ。右下できてない。ダメだ。いちいち巻かないとか。やばい。ここ。こっちから行ってこう。ここ端っこですね。よし。あ！で、この右、ここと上もやってない。覚えとこう。危ない。わかんなくなってきた。何回もしたら結局閉まるみたいな。下行ったら閉まってたみたいな。よくありそうなんで。よし。危ない。
で、ここやったっけ、ここやったっけ、やったっけ、やったかな、この開いた開いてないちょっと教えてほしいな2回押したら閉まっちゃうから。で、ここはやってない確か。 OK。 で、どうやったっけ、よし戻ろう。これで、ここか、よし、これでまずまた調べるOK、 あと2個。なんかローラースケート履く時間もないな。ないないない。で、こっちか。よしよしよし、今のうち今のうち。ない。あと何箇所か、5箇所ぐらい。あったかな。あったー、あと2つ、あと1つ。どっかにあるでしょう。ここまで来たらなんか行けそうですよ。危ない。変なミスしなければ。ない、ない。あー危なかった、今。一歩ね、行き過ぎちゃったり。ないか。よし、ここ回れるね。オッケー。あと2箇所 ?1 箇所か。あるここ。なかったらやばい。あ、はあ、来た。来たー。来たよー。ゴールそこだよね。よし、来た。もういや、謎解くのに時間がかかりまして。はい、なんとかとりあえず。3回突破。いや、ローラースケート履けたら履きたいし、ちょっと急ぎ目で行かないと私の前きつかった。はあ、よかった。ありがとうございます。あと4回と5回ですね。はい、なんとかやっていきたいと思います。あー、はあ、はい、ありがとうございます。はい、それでは、貞子の塔4階。これもね、何のステージか全くわかんないんですけど、はい、行きたいと思います。チケット4枚、結構大きいですね。わ、スイッチを見つけて、財宝から鍵をゲットしよう。2体の貞子青鬼には要注意。青鬼2体。で、スイッチを見つけてから、財宝から、え、いつもと違うの違いがわからない、いつもと。え、もうゴール見えてる。ここゴール。はぁ、びっくりした門番みたいにいたけど。え、ロッカーがあるよ。嘘。遺跡にロッカーは初めて見ました。押しましたけど、スイッチ、なんとなく。違うの?ロッカーある。嘘。ロッカーを使わな、え?開いてない。ロッカーを使わなきゃいけないほど。またあった。あ、スイッチあった。今一個どっか押して、開いた?どこが開いたの?あ、ここ開いた。で、中で、あ、どういうこと?結構あるし、青鬼の音全くしないけど、あ、来た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 !二人来た!双子が来た!やばい!一個四個か。いや、結構調べるとこあるけど。え、広!なるほど、ちょっと二体はちょっとややこしい。はぁ、ちょっと終わる!あ、なんかセーフなんかセーフ。待って、左側なんか開いてなかったんですけど。あったあったあった。あ、通れないの?いけないの?向こう。やばい、回れない、ここ。いやー、無理だ。え、回れないんだ、こっち。行き止まり。待ってよ、よくわかんないな、これ怖い2体放出怖い。待ってよ、ここの鍵はなんか使うのかな。全くもって、もっと大事な時にロッカー欲しいな。このステージなんか広くてあんまり使わなそうですけど。今のでどっかが開いたんだよね。ここじゃないんだ。上かな?じゃああと2箇所、さあ4箇所どっかにボタンがあるってこと?え、これ全開放するべきか。でも上はもう開いちゃってる。あ、ここにもある。え、なんかの字かな、これ。わかんないけど。あったあったあった。ただこのマークとかじゃないよね。怖いよ。いる?いないね。あ、ここが開くんだ。とりあえず全部開いたのかな?まあ、その方が開放的で逃げやすいかもしんない。あった、一個あった。あ、なるほどね。12個ぐらい。来たよ。一人?どっち?重なってたら嫌だ。分裂するから。オッケー、あっち行った。バラバラ、バラバラでちょっとややこしいな。で、ここ通れなかったから、あ、一回外出て、なるほどね、隣のフロアっていう感じ。いや、青木来てる、まずい。ねえすいません。よくやっちゃう。下を押すとね、ああなっちゃうんですよね。OK、三つ、あと一個。いや、どっかにあるでしょう。ない?二人いるの、どっち?それだけ教えてほしい。あ、変なとこ行った。重なってるのか、あ、ここ通る、あ、別々だったみたい。待ってよ、挟まれたら終わるんだ。よし、あとどこ見てないかな、こっちかな、あ、左、右側も見てない。
ない下。音がしなくなった。ない。最後1個右上だ。いや待って、まずいまずい。オッケーオッケーオッケー。いやガスマスクいるけども取ってる余裕ない。オッケーいけそう。ラス1個あった。あーなるほどそんなには難しくないはずなんですが、はい理解しました。はい脱出成功。あー4回まで来ましたねはいありがとうございます。いや3回の方がきつかった気がする。はい4回突破。では次回以降の動画になると思いますが、5回チャレンジしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。とりあえず3回4回この動画では突破したっていう感じになると思います。よかったら他の動画も覗いてみてください。それではまた、バイバーイ。